かすみみたまの現世幻談チャンネル。海辺老婆。この話を見る前に、霊感のある方は少しだけ注意が必要かもしれません。ある夜、友人らと共に隣の県までドライブをしていました。少し遠出をした理由の一つとして、その県はかなり有名な心霊スポットが多いということから、好奇心に身を任せて行ってみようということになりました。心霊スポットに行こうと言っておきながら、幽霊的な面と法律的な面でかなりのビビり集団だった私たちは、建物内部に入るわけでもなく、道路沿いから廃墟になった建物を見て、また次の心霊スポットへと向かうのでした。3つほどの心霊スポットを眺め、海辺近くで一服するかということになり、また車を走らせていました。山沿いを走る道中で、左の助手席に座っていた A が言った、今、おばあさんみたいなのいなかったという言葉に、車内は凍りつき、見間違えだろということになりましたが、左の後部座席に座っていた私も、確かにおばあさんのような人を見ており、内心、恐怖心でいっぱいでした。海辺について、おのおの一服していると、A が、誰か遠くで歌を歌っていないかと言い出しました。耳を澄ますと波の音とともに誰かの鼻歌が聞こえるような気はしましたが、それよりも何かゴロゴロと引きずっている音の方が確実に聞こえました。何か引きずってこっちに近づいてる音しない?と私が言うと、海岸の海の途中まで突き出した防波堤からおばあさんがシルバーカーを押しているのが見えました。時間帯は午前1時過ぎで、さらにシルバーカーを押す年齢のおばあさんが防波堤までどうやって行ったのかがわからない状況でした。ただ田舎県に住んでる私たちは、この手の事態はもしかしたらあり得るかもしれないという思考がありました。認知症の老人が夜中に家を抜け出してしまい、捜索願いの放送が流れることが多々あり、もしかしたらその類かもしれないという話になりました。ただ、山道でもおばあさんを見ている A と私は怖いため、B と C が見に行くことにしました。車内で待っている私と A は、絶対人間の類じゃないという話をしていると、B と C が戻ってきました。無言で車を走らせた B に私たちは何があったか尋ねました。結論から言うと、おばあさんが目の前で消えたというのです。大丈夫ですか?と近づいていった B と C は、おばあさんが鼻歌を歌ってこっちに近づいてきたと言います。ただ、近づいてくると同時に体が薄くなって、突然姿が見えなくなったというのです。まあ、本当の人なわけないよな、と言っていると、鼻歌が鮮明に聞こえ、後ろを向くと道路の中心におばあさんが立っていました。結局それが幽霊だったのか何だったのかは断定できませんが、この話を知人にすると、霊感の強い人は何かを感じたり、ポルターガイスト的なことが起きるそうです。